走れ大井チャンネル。皆さんこんにちは、走れ大井チャンネルです。今日は僕が YouTube を始めたきっかけを話そうと思います。前回の動画でも紹介しましたが、自分は高校で野球をやっていました。で、大学には行かずに今は社会人の硬式野球をやってるんですけど、高校野球が終わった時ですねに結構こう期間が空きますよね。引退してから卒業までですね。その時期は、まあ教習とかバイトとかを自分やってたんですけど、やっぱりこう2年半野球硬式をやってたのにいきなりこう運動しなくなると、やっぱりどうしてももったいないかなという気持ちがありました。で、最初はまあ、引退してすぐの時はまあ高校の部活に行って、まあ、後輩たちに野球を教えたりしてたんですけど、やっぱりこう夏休みが終わって、授業も始まってくると、就職とかの関係で忙しくなってきたりしたので、部活とかもあんまり行けなかったんですね。で、まあ、バイトとかをしていく中で、挨拶とかを、地元の人たちにしようと思って、まず少年野球だったり、中学校の野球だったりに行って、まあ、監督だったりあと先生とかに挨拶をしに行きました。で、その時にまあ先生とか監督も現役の生徒に教えてやってくれということで、まあいろいろこうアドバイスをしたりとかもしたんですけど、やっぱりまあ中学生はまあなんとなく知ってる子たちがいたんですけど、やっぱり小学生となるともう離れすぎ、年が離れてるので、もう自分のことを知らないとか、逆に自分が知らないっていう子たちが多くなってきますね。で、そこで、まあ、いきなり野球を教えてくれって言われて、小学生に教える時と中学生に教える時でまた野球の教え方っていうのは変わってきますし、中学生と高校生でも全然変わってきます。また言ってしまえば高校1年生と2年生でも違うし、2年生と3年生でも違うというふうに思います。で、まあ、高校生は、まあ自分で考えてやってくれてる選手が多いのでそんなに言わなくても動いてくれるんですけど、まあ反抗期といいますか、やんちゃな中学生はとても難しく、まあ話が伝わらない子もいますし、もちろん真面目にやってくれる子はやってくれるんですけど、元気すぎてもう話を聞いてくれない子もいますし、そういう子たちはちょっと難しいですね、教えるのは。逆に小学生なんかは野球をそう厳しく教えすぎても全然楽しくないと思うんで、野球の楽しさを教えるというか、もう本当に打って守って走ることの楽しさを教えるということで、またそこも難しい部分ですね。まあそんな感じで自分も結構、まあ、週1回2回ぐらいはそう母校を訪ねたり少年野球を訪ねたりして野球を教えてたんですけど、まあ、もっとたくさんの人にこう野球、自分が高校で学んだことを伝えたいなと思って、自分が持っているこう全ての知識を少しでも力になればと思って教えてきました。まあ、特に高校生なんかは本当に自分より上手い子もいますし、パワーのある子もいるので、そういう子たちにはアドバイスをこう気持ち的なメンタル的なものを教えたりもしました。で、まあそれだとやっぱりこう会って喋ってるのと人数的に限界があるので、まあこの YouTube を使って一人でも多くの方にこう自分のちょっとしたことでもいいんでアドバイスできればなと思って、自分の持ってる知識を少しでも伝えようと思って YouTube を始めました。また、自分はグローブが結構好きなんで、メーカーの特徴だったり手入れ方法だったり型の作り方っていうのを、まあ、みんなで共有したいなと思って始めました。また、YouTuber の人たちで、実績がすごい人だったりもいるので、そういう人たちとこうつながりを持てたらいいなと思って自分も動画を出しています。また、自分の動画でこう結構中心的にやっぱり多いのは小中高生に向けた野球の基本的なことなんかなと思います。守備の基本だったり、まあ、キャッチボールの基本とかそういう誰でもできることをしっかりやることが大切っていうのを伝えたいですね。はい、そんなわけで自分が YouTube を始めたきっかけは、まあ、一人でも多くの人にこの自分の持っている知識を少しでも活かしてくれたらと思って始めました。
この動画を見ている皆さんも、他の動画も結構自分上げてるんで、まあ、1日目標1個ということで上げてるんですけど、まあ、たまに疲れてて上がらない時があるんで、その時は、申し訳ないですけど我慢してください、とりあえず目標は1日1個で、あとサブチャンネルの方ではもう野球は全く話して、もう本当にふざけた動画を上げてますね。まあゲームセンターに行ったりとか、まあ、あとはまあ1000円自販機とかそういう動画をちょこちょこ上げてるんで、息抜き程度にそういうの見てもらえればと思います。やっぱり野球をやってる以上24時間野球っていうのは、ストレスにもなってしまいますし、体も壊してしまうので、一日の中でもちろん野球を集中するんですけど、この少しでもこうリラックスした時間を作るのも大事だと思います。この少しの時間を、大切にして、まあ遊びすぎるっていうのも良くないと思うんですけど、もちろん一日の中で遊ぶ時間を作ってもいいと思いますし、こうリラックスして体を休める時間も大事だと思います。その時にサブチャンネルを開いてもらえれば、ふざけたような動画が自分を載せてるんで、まあもう面白くないかもしれないですけど、まあ見てもらえればと思います。また他の YouTuber さんの YouTube を見て、野球以外のこともこうリラックスに使ってもらえればと思います。本当に周りの YouTuber さんたちが、すごい動画を上げてるんで、自分も始めてまだ2ヶ月ほどなんですけど、追いついて追い越せるような動画を作っていけばと思います。またそろいに協力してもらうために、皆さんからの意見も大事です。皆さんの方で下のこのコメント欄に質問を書いてくれてる方もいますけど、そういうのは本当に助かります。動画の資料とかにもやっぱり限界があるので、皆さんの意見も大事にしていこうと思います。はい、そんなわけで、皆さんの方からこういう動画出してほしいっていうのがあれば、ぜひコメント欄に書いてください。できる限りではこちらでその動画を作ろうと思います。はい、というわけで、一人でも多くの方とつながりを持ちたいので、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter の方もやっていて、この下の概要欄のところに、リンク貼っておくので、ぜひ皆さんフォローして、自分毎日結構つぶやいてるんで、野球だったりトレーニングのことをつぶやいています。よろしくお願いします。それではまた皆さん次の動画でお会いしましょう。では。チャンネル登録お願いします。